アイスが溶けちゃったのが残念だったけど、味は普通に美味しかったですね。なんかメロンソーダが売ってなくて、ほろ酔い買ってきちゃったんですけど、メロンソーダがあればメロンソーダが良かったかなって思ってますね。イオケツのメロンソーダがかなり前に売ってたんだけど、なんか今売ってなくて、なんか仕方なくほろ酔いのコーラサワー買ったんだけど、できればなんか見た目的にもメロンソーダの方が良かったかもしれないですね。はい、ということで今日は終わります。お疲れ様でした。